外であったダンスユニット、その名もソウルタイガー。そしてオリジナリティを求めてダンスに技術を取り入れることに決めた。今3人の新たな試練が始まる。ソウルタイガーへの道。おはようございます。おはようございます。 Hi Ding girls, are you guys ready? Japanese please. 日本語？日本語。 No problem, okay. ケン・ヤスダ、アメリカハリウッドでアクション俳優として活躍する一方、大リーガーシアトルマリナーズのイチロー選手のトレーニングコーチも務めたことがある。いや、あの、体触りたい。さらにプロボディービルダーとして全米8位の実績を持つ彼、まさに鍛え抜かれた。当たっても痛くないとか、かなりガードになるんで、それも役立ってますけど。そんな彼が使う武術がジークンド。国際的俳優でもあり天才武道家であったブルース・リーが創始した実践的な武術である。学問は一見にしかず、実践を見せてもらうことに。初めてと会ってなかなかうまくいかない。悪戦苦闘。ワン、ツー、ライト、ラウンドハウスで回していくやつ。それでかかとを、アンディフグのかかとを下ろす。早い。 OK, good, good. One. Oh, that's better, yeah.自らの体を究極に鍛え上げ、その筋肉美を競うボディービル選手権。その世界大会の常連、今や世界ランキング6位という日本人がいる。ケン・ヤスダ。現在アメリカはロサンゼルスに在住する彼は、身長178センチ、体重100キロ、腕回り50センチ、体脂肪率はなんと 4% という見事な体格の持ち主である。人が持つ体は細く、いつもペコペコし、なんとも情けない日本人像。そのことに直面した安田さんは、日本人の侍魂、大和魂を証明するため、その一番の近道としてボディー